こんばんは、大島たくみです。たくみクロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけども、トルペドというフランスメーカーのウールのキャップをかぶりまして、 SEH ケリーのコットンのジャケット、セントジェームスのボーダーのウエストを着て、リーバイスの517を履いたスタイリングになっております。この SEH ケリーのジャケット、数年前ボンビューで販売をしていて、ずっと売れなかったので私が購入したんですけども、かなり気に入っていて、この上襟の切り返しだったり、511の低さだったり、胸ポケットのフラップだったり、フラップ上に全部コーデュロイが貼ってあったり、なかなかこう作りもいいですし、デザインもなかなかかっこいいなと思っているアイテムになります。また仕入れができればなと、仕入れをしたいなと思ってるんですけども、なかなか見つからない名作の一つだと思っております。それでは今回の本題に入りたいと思います。今回はですね、今まであまりこのたくみクロージングチャンネルで紹介してこなかったアイテムが一つありまして、バッグなんですけども、コーディネートみたいなのを何度かお話ししたのと、あとはこのチャンネルではエルメスのバッグを私が買いましたみたいなので紹介したぐらいで、あとなんか本格的にバッグのお話ってあまりしてこなかったなと思っています。で、なんでだろうと思っていたところ、あんまりバッグって持たないなっていうのが正直なところで、ジャケットとかを着出す時期になると、ちょっと出かける時なんかも全部ポケットに入れちゃいますし、そうじゃなくてもあんまりこうバッグって持ちたくないなっていう思いがあります。なんか手ぶらかっこいいよねみたいなのも、ちょっと昔からそういう感覚もあったりして、で、最近はですね、電車で仕事に行くっていうことも少なくなって、荷物がいつも大体あるので、車でそのボンビューまで行ってしまうので、車だったらいわゆるボンビューのエコバッグとかで十分だなと思ってしまって、あまりバッグを持たなくなっちゃったっていうところもあって、あまり使わないですが持ってはいるんですよね。で、そのバッグ持ってるバッグの中でこれはやっぱりいいなって思うのがありまして、このアイテムを紹介したいと思います。ハンティングワールドです。今までこうボンビューでも販売をしてきましたし、キャンバスの方をメインに、このバチェクロスっていうのはなかなか販売をしてこなかったんです。で、私自身もそこまでこう紹介するほどではないなと思っていたんですけども、もう買って4年ぐらいになるんですが、ずっとことあるごとに使ってはいるものの、こう YouTube で紹介する機会もなく、なんとなく淡々と過ぎてきたんですが、気づけば結構使ってるんですよね。なんか使いやすい、こう気づけばそこにあるみたいな感覚になっていて、先日メンズ EX さん、雑誌のメンズ EX さんの取材でこのバチュークロスを語ってほしいっていう取材依頼がありまして、ありがたいことに、で、それでお話もさせていただいたんですが、気づけばそこにあるとか、気づけば手に取ってるみたいなアイテムって、もう私の中ではこうリーバイスとかバブアーとか、なんかそういうアイテムとほぼ一緒なんだろうなっていう、同じ位置に立っちゃってるんだろうなっていう感じがしていて、で、コーディネートってどんな感じで合わせられますかっていうふうに言われたんですけども、おそらくそのライターの方は、いや、これはハンティングなのでこういうハンティングジャケットにとか、アウトドアなのでアウトドアっぽくみたいな答えを多分こう期待されていたと思うんですけども、ちょっと考えて、いや、でも実際のところリーバイスとかバブアーと同列なので何でも合わせちゃうんです、あまり気にせずに合わせちゃうんですみたいな答えをして、ちょっとそうですかみたいな感じになったんですけども、そうなんですよね。私の中では割とハンティングバッグだとかアウトドア用のバッグだっていう感覚がもう全くなくなっていて、ものすごくこう自分の中の定番アイテムになってしまった、なったって思えるアイテム、これがなんかちょっとこう不思議なんですけども、なかなかそういうアイテムって他にはないなっていう感じがしていて、要はもう世の中ですごく認められていて、もう誰もが定番アイテムだと思えるアイテムって、いくつもあると思うんです。いろんなアイテムがあると思うんです。で、私もそれは男の定番服っていうので、ずっと紹介をしているんですけども、このアイテムはですね、そこまで注目もされてなかったですし、一時多分70年代80年代に大爆発をして人気があって、そこからもうほぼほぼ注目されることがなかったと思うんです。で、私がこう洋服の物心がついた時から、もうすでにこのハンティングワールドっていうのは
まあ、もちろん名前は知ってましたけども、ほぼこう日の目を浴びることはなく表舞台に出ることはなかった。ですが5、6年前にインターナショナルギャラリービームズがこれを仕入れをして、その時に軽くこう衝撃を受けて、でその数年後にこれを購入してすることになるんですけども、まあ、そこに至る経緯というのはちょっといろいろあったんですが、それはあのメンズ EX を呼んでください。そこにあの書いていただいているので、ほとんど予備知識がない状態でこれを買って、もうもちろんその買った時は定番アイテムなのか全く思ってなかった、なんだったら数年使ってもう使わなくなるかなぐらいの感じで思っていたんですが、これがですね、先ほども言いましたが、もう私の中でも確実に定番アイテムになっている不思議な魅力、これはちょっとハンティングワールドの本当に詳しい方に聞いてみたいんですけども、私自身もちょっとまだ分かっていない魅力っていうのがあって、ただ、まあ、私に分かる魅力としては、まずこの使われているこの革の部分、ヌメ革を使われているんだと思うんですけども、これがですねやっぱ変色をしていくんです。いい感じにちょっとずつ濃くなっていて、あのこれまあまあ濃いと思うんですね。この濃いというか、まあ、ちょっとこう黒ずんでるのが分かると思うんですけども、もっとめちゃくちゃ明るい色だった、なんだろうとこのジャケットぐらいの色だった、このキャンバスぐらいの色だったと思うんですけども、それがもう今この色になってます。でこのバチルクロスの部分も張りのあるピンとした状態だったんですけども、どんどんシワが入ってくる、まずそこが素晴らしいなと思っています。あとはやっぱりこう使っているパーツ、まあレザーももちろんそうですし、この真鍮なのかな、このゴールドのパーツ、こういうところのパーツがですねめちゃくちゃクオリティが高いんです。なんかこう高級感がある。あとは機能性、もうポケットが内側にたくさんあって、あとこの肩にこう背負うことができるこの短いハンドル、あ長いショルダーと機能性もバッチリなんですよね。やっぱりこうバッグって機能性ってすごく重要だと思っていて、持った時のこう全体のファッション感みたいなのも重要ですし、素材だったり見た目だったりっていうのももちろん重要だと思うんですけども、こう機能アイテムの一つだと思うので、あのやっぱり靴と一緒で履きやすさが大切だったりすると思います。バッグもやっぱり使いやすさってすごく重要だと思うんですが、これはめちゃくちゃ使いやすいんですよね。でポケットがめちゃくちゃ多いバッグとかあると思うんですけども、あれって多分どこに何入れたか分かんなくなりそうな気がしていて、でもこのハンティングワールドはポケット多いんですけども、ちゃんとこう計算されたポケットになっているというか、もう必要最低限、もうこれ以上はいりませんみたいなポケットの数になっていて、やっぱりすごいんですよね。もうここに何入れてるっていうのがもう見なくても分かるぐらいの感じで使えるっていうのが本当に素晴らしい。もう私が語れるこうハンティングワールドバチルクロスの魅力ってもう以上になります。すみません、それぐらいしか分かんないんです。先ほども言いましたが、気づけば今はエコバッグを持っているんですけども、ただちょっとちゃんとした場所に出かけようとか電車に乗って出かけようみたいな時は気づけばこれを手にしてますね。一番初めにこれをまず頭に浮かべる、何なんでしょうか。なんか本当に使いやすい。で残念なことにこのモデルっていうのはもう今やってないみたいなんです、このサイズとかこのモデルっていうのは。ですがやっぱりこのモデルもう一回やればいいのになと思っています。でハンティングワールドやっぱり値段はやっぱり高いんですよね。これでも多分当時 14、5万したと思うんですけども、結構いい値段をするんですが、それを取り返すだけの機能性が十分にあって愛着もめちゃくちゃ湧きますね。なんか可愛くて仕方ないんですよね。 なんでしょうね、本当に不思議です。ビームス F さんとかではこうキャンバスとレザーのコンビネーションのものとかもやられてたりするんですけども、もうあれはあれでいいんですよね。ボンビューでも何回か古着でも仕入れをしましたし、あれはあれでいいんですが、やっぱり自分的にはこのバチュークロスが好きなんですよね。なんでしょう、色とかもたまんないですね。私にとってはもうたまらない。なんかちょうど私にちょうどいいアイテムバッグのような気もしていて、エルメスなんかちょっともう本当にもったいないぐらいだと思っていて、ハンティングワールドがちょうどいい、本当にいいアイテムだなと思っている。バブアーとかリーバイスとか一緒で、こうやっぱり使えば使うほどこう自分のものになっていく、それをとあの感じていただけるバッグだと思いますので、今ハンティングワールドでも、まあ、このモデルはやってないにしても似たようなモデルっていうのはいくつか展開されているようなので、本当にいいバッグだと思いますので、あのぜひちょっとチェックしていただければなと思っております。まあ、久しぶりにバッグの紹介をさせていただきました。それでは、今回のタクミクロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。